こんにちは、マキシです。海についてのドイツ語を覚えていきましょう。まずはですね、これは何でしょう。 Das ist der Sand. Der Sand. 覚えてますか？ Das ist der Sand.Das ist die Düne. Das ist die Düne. Das ist auch eine Düne. これはどういうことかというと、水が津波みたいなのが来たら、あの上にこう飛んできて、そうすると町が守られる。なんかだいたい海があって、ドゥーネがあって、ドゥーネがあの町によって違うんだけど、だいたい10キロくらいありますね。Das ist die Düne. Dann haben wir den Strand. で、これがね、der Sand. Und da hinten, das ist der Strand. Und das, das ist das Meer.どうですか？覚えてますか？もう一回振り返していきましょう。Der Sand, der Strand, die Düne, das Meer. ありがとうございます。ドイツの海に行ったことありますか？もし行ったことあったら、ぜひコメントで教えてきてください。ベストネスマッチ。